ったね。負けるな。プリキュア。頑張れ。頑張れ。ポスター負けるな。ミラクルライトを振って応援してね。負けるな。負けるな。プリキュア。こんな裏として普通に150点くらい出してくるからインポスター120点でも勝てないとき結構全然ありますからね、うん、裏がめちゃくちゃ強い。そういう風になるんやな。あとボタン圧に負けるなみたいな。さっきからあのアドミンで殺されてるんで、あのインポスターが、うん、だからコミュニケーションをもっと鳴らすと、コミュニケーションなってたらなんかみんな無視するんで、タスク大好きマンが多いんで、そう、なんか命に関わんないし大丈夫やろっつって、一人二人ぐらいしか行かないから長い、そのサボタージュ時間も長くなるから、人が増えたからって早く治るもんでもないですもんね。だからセンターさんって客の人がに治すイメージです。センターさんってもしかして過去にタスク大好きマンに親殺されました？ボタン押さないマンとタスク大好きマンに殺された。殺されたんだやっぱり。僕だけが生き残った。いやまあ村が強いんじゃなくて僕が強いんですけどね。僕が生き残ってる試合は勝ってますからね。全部ね。ちゅうことなんですわ。要は。動いちゃった。アドミン行けばよかった。やばい、死ぬかも。ガリオン通っていこう。水色、水色、黒、青、黒、青、黄色、オレンジ、オレンジ、白、水色。ジャンガイない。ナイスボタン。ナイス。待って。はいはい。乗りました。ごめんごめん。今クソって聞こえちゃったんだけど。俺かな。俺クソじゃなくてクって。あのタスク中だったんでクッって。そう。え？やばいよこれ。ちょっと俺あらぬ罪で疑われ始める。ダメ屋さん釣りで。わあ出た出た。あ、一応押す前にアドミン見たときにエレクトリカル7アドミンにナビゲーション1で、その後ナビゲーション1も0になって動いているのを確認したんで押しました。多分おえちゃんな気がする。ナビゲーションはあ、ナビゲーション俺です。え、ちょっと僕ストレージやり、小田さんか。はい。それ以外じゃあ2人以外は多分全員エレクトリカル周辺にいたはず、うん、もしくはアドミン。3人以外があとエレクトリカル7になったのみたいなんで、そうですね、7がありました。うん、じゃあ、あれっすよね、ゲンさんって本当にタスク大好きマンなんすね。停電してもない、タスクを終えろ。ダウンロード途中だったんで、ダウンロード途中だったんで、やめたら、ぬらりがないと思いました。殺そう。やってる時に、あれ親の敵見つけた。親の敵はここにいたとはな。高いんだ。ゲンが直すより早いと思ったんです。すいません。タスクやる人が一番偉いですからね。僕、ピカさんと一緒に触っちゃって、ちょっと邪魔しちゃったかもしれないです。うん、あの、一個だけ動いて、私の完璧な4連続タタタターンってやろうと思ったら、一個だけポチッと下がって、ほーってなった。すぐ離れました。あ、これやっちゃったわと思って。カボナオキの人員は最低限の方がいいんですよ。はい、あ、タスクやって言い訳だ。自己弁護ですよ。タスクやってて誰か死んでたら、もうそれ、殺人と一緒ですからね。ダウンロードしただけで釣られるんですよ。タスクするのはでも偉いと思います。横浜もいくわ。いや宇宙船も我々宇宙船をあの修理してるからね。ほらほら来た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 。やっただけで殺されるなんて。よ来た。行ってはい。ベイトリックか。白青。白オレンジ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 。緑入れよう。さあ探していくか。ピャン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 。いいです。
やっぱくっそうだったじゃん。はい。はい、メイヤさんが、センターさんやってました。ね、またこれ、ローラーだ。ローラーさんが。ローラーさんが。俺、ね、今ね、直し、エレクトリカル直した後に、アドミン行ったら、オラフ君が出てきて、そこに入ったら、センターさんが。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。すみません。オラフ君、メイヤさんをアドミンで見たんですか？アドミンでメイヤさんいましたよ。はい、早くね、僕、ナビゲーションでメイヤさん見たから、メイヤさん、弁当使ってね。使ってないよ。普通に俺下あるって停電エレクトリカルの中入る直前まで行った。いやなんか早いな。ほら逆にそのやっぱくっそうだったな。下回りに行ってた麺屋さんを誰か見てます？エレクトリカルから3人ぐらい出てきたと思うんだけどな。タクト君と誰かがいたはず。あエレクトリカルに入っていくとこは見ましたよ。あじゃあすみません僕の勘違いです、うん、大丈夫です。でも確実にメイヤさんかオラフさんかどっちかってことそうですね、はい、もう完璧でしたね、オッケー、いやもうロランになっちゃうんだったらロランになっちゃう仕方ないけどさ、オーラーマンだ、もうちょっと状況、どっち先優先的にするかってところも決まってくるから、ちょっと状況の細かいとこ聞きたいんですが、はい、オラフさん目線どんな感じの状況でした？僕はエレクトリカル入って、で終わった後ストレージアドミンって入った時に、センターさんがさっき行くのを確認してて、うん、でアドミン入って、でまあちょっと遅れて僕がアドミン入ったら、なんかアドミン入る前になんかメイヤさんがアドミンから出てきて、で僕が死体を見つけようとした瞬間に戻ってきてうん、うん、僕はレポートしたって感じですね。だから具体的非常にもう完璧やったって感じですね。やってあやばいオラフに見つかる戻る僕はレポートって感じです。メイヤさんはその全面的に信用してメイヤさん入れましたよ僕。もうエレクトリカルの下から行って、でオラフさんが出てきそうになったんだけど戻ってレポートをされたって感じ。なんか時系列的にはオラフ君の方が正しい気がするな。なんかなんで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 、あごめんなさい間違えて僕なんで俺じゃないってもうマジで本当に違うって押すから押すから初見の方見プレイの方ですコメントお願いします。あれアミュートットが、はい、はい、ローラーです、はい、まあローラーでもいいんですけど、まあ多分インポスターのスキップ入れた人誰ですかね。いやもう俺ね先端さんをあごめんスキップ入れた。声が入ってる声が入ってる声が入ってる。みやさん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 。おい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 俺も間違ってスキップ入れてるから気にしないといて、うん、タクトさんとメイヤさんが僕に異議を入れたって感じですか？ん？その前タクトメイヤです。その前に、その前に聞きたいのが、オラフ君のエレクトリカルからの動きを誰か確認してる人。一人やったかもわからないですね。エレクトリカル直したのが誰ですかね？サントスタクトが一番初めについて、多分タクトさんやってる。なんすかなんすか、もう一回お願いします。エレクトリカルを直した人、直しました直しました、はい、職人なんで。あ、すいません。そうなってくるとオラフさんがエレクトリカルから走ったってことは、お二人のどっちかが多分オラフ君のことを視認できる、ないしはメイヤさんのことが視認できるかなと思ったんですよね。どうですかね。入って、うん、エレクトリカルに入ってくるのだけは確認したんですけど、僕最初にエレクトリカル出たんで。オラフ君を見た。メイヤさんが入ってきたっていうのだけ覚えてました。左側からロアから入ったのを見た。ちなみに私は見てない。速攻でエレクトリカルの奥に行ったんで、私はどっちも見てないです。入ってきた。そうか、これダメか。オラフ君の落としとかね、ダメかな。一応さっき投票したんやったらもうつる、僕はもう全面的に疑ってオラフさんにも投票しました。僕の票だけ入れた人教えてもらっていいですか？ではオラフさん取らなくていいと思っています。すいません、僕の票入れた人だけ教えてもらってもいいですか？2票入ってたと思うんですけど、でも1人いいですね。オラフ君生き残ったら僕と一緒に行動、そんぐらいにしとく。誰かは教えてもらえやんのや。
いや、タクト、タクト名屋。オラフ君スキップ入れればよかったのに。タクトが名屋に入れたっていうことです。あ、タクトが名屋に入れたってことか。はい。今回は入りました。いやー、マジかー。ごめん、申し訳ないっす、マジで。オラフ君。はい。スキップ入れてたらスキップでした、今。あ、マジか。しくったな。3対7、あ、3対4だったから。しゅんださん、申し訳ない。ミュート切れちゃった。あ、いやいや、ちょっとごめんなさい、ボットのあれで。まあ、最初ののはクソでした、やっぱ。そう。僕、あの、先端さんに、あの、前回カフェティラで殺された、あ、ごめんなさい、前回の話しない方がいいのか。いや、まあ、終わった後のでいいですよ。いいですか。復讐を誓ってたんですけど、タクとか先端さんを絶対に倒そうと思ったら、そこにいて、抑えきれなくなってしまった。衝動的に。衝動が抑えきれなかった。まさか、1試合で2回のミュートゲーが見れるとは。いや、マジ。そうって言ったのも結構俺ミュート確認して言ったつもりだったんだけど切れちゃってて、いやー、やらかした。ちょ、変な汗が。いやー、視聴者の方々も申し訳ないです。頑張れ。あ、でもだいぶオラフ君の自分の投票を洗ったのはだいぶ白かったですけどね。はい、あれ結構言ってたんですけど難しかったですね。これ一回あのアドミンから出てくオラフ君を見てるって言っちゃってるんで、それでオラフ君があのレポートしてる時点で僕破綻してるんで、ね、今日はローラーマンですとか。めっちゃ先にケイさん連携お願いします。あ、はい、了解です。あれ、誰も死んでないよ。うん。いいっすね。真っ白。いいっすね。ただちょっとあのむちゃくちゃ怖い動きを一個見ちゃいまして、はい、私ちょっとメッドベイにタスクがあったんでメッドベイ仕事しようと思って、ああそう、そしたら、はい、なぜか、ベントに近づいて歩いていくタットさんを見まして、いや、なんかエレクトリカルで動いた気がしたんですよね、ベントが。それをなんとか見れないかなと思って、あ、上からは見えないですね、エレクトリカル。そう、なんかチラッと動いた影が見えたんで、そこを寄ってって、うん、たら見えるかなと思ってちょっと寄っちゃいましたね、それぐらい。いや、僕しても怪しかったかな、ね、動きはタクトさん終始ちょっと怖い動きはあった。いや、なんなら私タスクメッドベイにあったけど、うん、怖くて逃げて途中ゲンさんにちょっと助けてって言いながらついていって、途中でサントさん乗り換えましたからね。やば。なんかタクトさんは終始誰かと二人きりになりたい動きをしているようには見えました。じゃあ尻があるじゃん。いやいや、僕そんなことないですよ、一人きりでタスクする派なんで。はい、僕友達あんまできない方なんで。ちなみにね、確かね、メッドベイからはね、エレクトリカルの弁当絶対見えなかったはずです。ああ、そうですか。確か影は見えましたよ、なんか動いてるような。うん、ああ、マジっすか。うん、アップデートだったのは分かんないですけど、まあいいや、そのあたりは。あ、はい、あ、ちなみに一応情報通すと、アドミンでロア1ディアクター1が見えたで死んでないかなって走っていったんですけど、全く同じ動きをピカクロスさんがしたので、結構ピカクロスさんは白いのかなと思っちゃってます。あとね、おいちゃんがね、リアクターが全然終わんなくて、あの、僕2回間違えましたからね、4回目で。見るたびにおいちゃんいるもん、もうめっちゃ面白かった。あ、ちなみに、今いる人たちの中で、あの、オラフさんに入れた人って言いました、あの時の2票で。オラフさん。あの時の2票って。あ、釣れる前だよね。そう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 。メイヤーさんの時やろ。いないね。いないってことはインポスターが嘘ついてるな。OK です。それを一日前にやってあげてくれよってことですね。あー、だとしたらオラさんもね、早めの投票やっぱしょうがないじゃないですか、ケアで。うん、いやー、オラ最近だからな。いや、それを一日前にやってあげてくれよ。あいやー、今日もちょっと早いな、みんな。あー、せんちゃんがアドミンで、頑張ってくれ。え、もうあと一人はだいたい嘘ついてる感じですか？
どうですか？ちまちまボタン押し作戦また始まったな、これ。始まったな。いいですね。死んでないですね。はいはいはい。始まったな、これ。これはまたさっきみたいな、自利品、タスク完了勝利。トータス、仕事を終えました。あ、先に言うとサンドスむちゃくちゃ残ってます。ゲンラス1です。あの、僕らあと2、3個です。おえちゃんラス 1? 負けた、僕結構ある。ごめんなさい、確認してないんで、多分適当言いました。多分5、6個残ってて、右が怖くて行きたいんで、右誰か同行してくれません？あ、一緒に行く？はい。いいっすね。僕アドミンの方がまだ残ってます。まあ、いいか。多分一人だし。あと2つですね、私。で、ゲンさんとあと同じところで1個だと思います。すごいっすね、なんか、移動の、うん、順番的には。ただ、なんか、その時もなんか、ゲンさんなんか、リアクター乗ってる時、弁当近づいたんだよな、メッドベイの。あ、ちらっと。石左行ったやつですね。あ、すみません、そうそう、あの、メッドベイのあの、何ですか、あの、寝るとこ。ベッドに足が引っかかりました。左に行きすぎて試験管タスク終わった後左に行きすぎてちょっと足が引っかかりましたあ、これはタスク完了勝利そうだな。インポスターはタスク終わった人を積極的に狙っていかないとタスクが進んでしまうな。くそー、でケイさんはあ、僕はインポスターなんですか？いや、違うんですけど心の中では応援してる。アンに俺のことを殺せって言ってるの、それ多分一番最後になるのは多分私だと思うので、ちょっとリアクターとからのには向かいます。サイコパス、オスはやるかもしれないです。ケイさんが一番のサイコパスだからね。僕3つ4つぐらい残ってるんで、ガチサイコいいよな。俺なったらまあ向かうわ。こいつが一番やべえ、マジで。オツはのケイさんはあれだから、あのアニメに出てくるあのいつもにっこりしてるけど、リアクター側は私行きます。キルする瞬間とか正体が分かった瞬間に目がギョロってするタイプのサイコパスなんで、そこ終わったらもうサポタージュ直し、よろしくお願いします。仕事できる人だらけやん。あれ負けるな。プリキュア頑張れ頑張れ、ポスター負けるな。ミラクルライトを振って応援してね。負けるな負けるな、プリキュアプリキュアプリキュア、ベント前で踊ってる人がいるよ、プリキュア。ベント使って頑張れ、プリキュア。プリキュア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 、やばい。プリキュア今どこにいるどこにいんだこれ。ですね、はい、お知らせが1個、お知らせがちょっと1個ありまして、まあ、O2 になった時に、まあ、皆さん O2 のタスクやってくるって言ってくれたんで、私はじゃあ、まあ、リアクター側にいればいいかなと思って、あ、手暇空いてるからちょっとカメラ見ようかなと思ったんですよ。あ、カメラ見た瞬間にまず第一に、あれです、ナビゲーションのところの、廊下の弁当の上に立ってるタクトさんがいて、そのままなぜかピョンって入ってたんですよ。なるほど。そう、全面的に信用して投票しました。投票意欲、投票意欲、あーってなっちゃいました。しかもかわいそうなのがタクトさん、あの位置からだと多分カメラ光ってるの確認できなくて、あ、光ってない、大丈夫って思って入られたっぽくだったんですけど。いや、僕タクトさんの話も聞きたいな。いいですか、一つ。はい、いいですよ。引きずり込まれたんですよね。なるほどなるほどね、はい、なるほどな、なら仕方ないな。タクトさん、なんかダクトさんになんか引きずり込まれたようなダクトさんに気がするので、自分の意思で入ったわけではないというところだけちょっと、それは全面的に知りましょうっていう。2、3歩歩いて入るんじゃないですか、多分。そう、ちょっと入るんじゃなくて、そうですね、今後のために、あ、僕が自分から入ったわけではないという、意外と分かりますけど、暴発しますもんね。意外とめっちゃタクトさん大ぶく、今回だけはもう一旦クルーメイトさせてくれって、もうめっちゃ祈ってたんですよ。多いっすよね今日ね。もう辛い、タクトさん
はい、皆さんありがとうございました。ミュートゲーとベントゲーの2人でお送りしました。2回したからな、ミュートゲー。あれでもさ、ちょっと俺ミュートかけ入れたらボッと切れたんだって。ちょっと許してよ。申し訳ねえ。ああ、胃が痛え。やっぱ怪しかったですよね、あのメッドベイの。メッドベイ怪しかったっすね。あれやばかったっす。上から見てても、何やってんだこの人って思って。逃げたもん、すぐ怖くて。あんな相手すぐ入ってくると思わなかったんだよな。ごめん、タクト君。ごめんね。いや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 。そこに先端さんがいたから。すみません、ちょっとあのアマンガ再起動してきます。ごめんなさい、俺なんか、はい、あの、はい、今コメント見たらあのタクトさんが見えてなかったらしいんで。えっ、おお、怖っ。な、なんやって。すごい反応してる。全然気づかずに申し訳ない。普通に大丈夫。メイヤさんが先端さん持ってってくれて、なんか俺のことはいいからお前はあと頑張れよっていうメッセージを感じましたね。あ、違う違う、あの復習リストに先端さんのタクトが入ってただけ。デスノートに書かれてた。言葉尻なんですけど、メイヤさんがちょっと黒っぽいなと思った発言があって、はい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 、あのエレクトリカルに下から行ったんですよっていうのがすごく気になったんですよ。下から以外行けたっけ。俺下から行ったって言いましたっけ。確かに上から行こうマインドってインポスター。確かに。なるほどな。あ、確かに。っていうのは、まあ、ちょっとあのミュート中に喋ってました。確かに。すげえ、確かに。下からって多分俺下回りで行ったっていうつもりで、多分その意味かもしれないなと思ったんで、言語化はしなかったんですけど、皆さんと話してて。やったってなすか一応。はい。はい。まあでも村だった時もそれで疑われる可能性があるから。そうなんですよ。だから言葉尻なんで、決定打にはならないんですよね、やっぱね。うん、じゃあ次から上からって言います。上から。やば。黒角じゃない。どっちも。で弁当入ってきました。弁当入って上回りで来てましたし、いやー、先端さんとタクトのこと応援してたのに、半ばで頑張れって応援してた。頑張れって、もうどうしたらいいか分かんなかった。いや、ごめん、マジでごめん。動画見る通りにはいかねえなってめちゃくちゃ痛感しました。マジでごめんね。